パリゴリン2日目、2日、ル・ゴルフ・ナショナル、フランス、7174ヤードパー71より大きい、パリゴリンの男子ゴルフ競技は第2ラウンドが進行中。首位から出た松山英樹は7バーディ、2ボギー、1ダブルボギーで回り、68。トータル1、1アンダー、暫定首位でホールアウトした。1番でバーディを奪うと3番パー5でもバーディ。 4番をボギーとするも6番で再びバーディ。7番で2つ目のボギーを喫し、前半を1アンダーとして、首位から陥落し折り返した。後半に入ると10番、11番で連続バーディ。首位に並び返し、16番で圧巻のチップインバーディで単独首位に返り咲くと17番でも連続バーディ。18番ではティショットを曲げ、 ラフからの3打ち目を池に落としダブルボギーとしたが首位を守った。中島啓太は4バーディ3ボギーのラウンドで連日の70をマーク。トータル2アンダー、現時点で31位タイとなっている。トミー・フリートウッド、イングランド、東京大会金メダルのザンダー・シャウフェレ、米国が松山と並んでトータル1、1アンダーの首位タイ。ジョン・ラーム、スペイン。 がトータル9アンダーで4位。トーマス・ベトリー、ベルギーと東京で銅メダルを獲得した CT。パン、台湾、トム・キム、韓国がトータル8アンダーで続いている。